前回動画の最後でゆかりさんが、私のために息抜きになるようなゲームを用意してくれたと。でもな、ゆかりさんだからな、なんだか嫌な予感がするんだよな。お待たせ。ではこのゲームをやってもらいましょう。タイトルは、あかりちゃんの修学旅行。え、私？そうです、あかりちゃんにぴったりなタイトルでしょ。あかりちゃんの修学旅行。うん、いいじゃない。やってみるよ。そう来なくっちゃ。修学旅行がテーマのホラゲ？怖いの嫌だけど、修学旅行が気になるよ。では私たちも修学旅行生らしくお着替えしまして。はい、それではスタート。あれ？あかりさん。ゆかりさん。この瞬間、一体どれだけの人がブラウザバックしたと思ってんの？いやいや、逆に、珍しすぎるゲームを目の当たりにして、みんなとっても食いついてることでしょう。いいことだと思わない？思わない。あ、まあ聞きなさい。きっと、このゲームのボイロ実況動画なんて、他の人はやってないんだから、オンリーワンになれる動画があるって、私たち実況する人としては光栄なことでしょ？え、もう梅雨明けたんですか？全然話聞いてないじゃないですか、やだ。はあ、髪の毛がエナメル素材でできてそうなパンツ丸見え JK に、狭い台所で謎のダンスバトルを繰り広げる JK に引き、何より、この謎の前後カメラワーク、意味がわかるところは、もう、ニューゲームしか残されていない。OK カミングマザー、レッツゴー。今なんて言った。あかりタイムトゥーウェイクアップアンドゲットレディーフォースクール。めちゃくちゃ違和感。OK カミングマザー。さっき言ってたの、これか。グッドモーニング。Before you go to school, grab the element on the table, it will bring you good luck. こういうのを待ってたんだよ。これが、私？顔が怖すぎる。グレーかと思ったよ。てか、字幕消えてくれないね。まあやっていくか。修学旅行は楽しいかもしれないもんね。え？なんだかセクシーな人が。多分この人があかりちゃんのお母さん。そう、OK カミングマザーです。ああ、ゆかりさん、そこ気に入ってるんだね。変なお家だね。狭すぎる。テーブルのこれを拾って。あ、外だ。なんだか、日本の住宅地って感じ。おお、これは探索したら楽しそうかもしれない。よかった。ようやくあかりちゃんのテンション上がってきた。あ、見て見て。ここ、喫茶店、居酒屋だって。どっちなんだろうね。中は何にもない。空っぽだ。しかし、すごい床。やめてくれ。どうしたの？おー。しっかり日本語になってるよ。お好み焼き屋さんだ。本日は水戸黄門ご一行様で予約が入ってるようです。よくこの名前で予約したな。24。コンビニですね。あ、あれかな？まだオープンしてないのかな？どうせハリボテにするなら、窓にそれらしい店内の画像とか貼り付けてたらいいのにね。巻き寿司。どう見ても握り寿司。え？ああ、バスの音が無音になったりするのか。こんな作りのゲームだし、多少の不都合な点は見ないふりしておきましょう。あ、あのバスに乗って修学旅行に行くのかな？ドッペルゲンガーがいます。あなたも一緒に行きますか？この向こう側って。どうやら神はここまでしか世界を作っていないらしい。キャットもいるよ。猫とは返せよ。結構でかいぞ、このキャット。タピオカティー。お店の名前かしら。いや、そんなわけないよね。タピオカ専門店だよね。あ、どうやら神はここに見えない壁を作ったみたいだ。じゃあ、反対側も見に行ってみます。うわー、揺れる揺れる。誰がおっぱいの話していいって？誰がおっぱいの話をしたって？でっかく、どう見たって画面の話だったぞ。ここも通れないね。探索できるのはほんとごく一部だけみたい。ん？ゆかりさん、あの人、歩き方おかしくない？膝が曲がってなさそう。なるほど。だから、足を前に出すために左右に振ってるのか。変な人。ほっといてよ。なんで反応しちゃったの？路地裏への通り道があるけど、ここも通れないね。おそらく、あとはバスに乗るくらいしかできないのかな？
何も荷物持ってないけど、修学旅行行っちゃおうか。なんだか妙に青い JK がいるよ。話せるのかな。もしもし。ヘイアカリ、I did not expect you to be coming on the trip. I hope you are feeling well. 一息で言うな、一息で。Thanks, Lin. I'm feeling a lot better. I hope the temple will be a lot of fun. OK, アカリ、Let's go. Beep, boop. アカリ、Go and see you by the fire to get a candle. It's getting dark soon. Then come back and see me. 修学旅行でお寺に来ましたが、どうして夕方？まあ、ホラゲだから仕方ないのかもだけど。お寺の作りは、悪くなさそう。ここが舞台になるんだね。しかし、なんという静けさ。こんな静かな修学旅行は嫌です。ね、あなたたちもそう思うでしょ？ちょっと立ち位置工夫して。お友達の顔が見えるようにしてみよう。どうかな？不細工だな。やめなよ。他の子は？少々お待ちを。真ん中は正気を失って。右は、もう悪魔に憑依されてます。どうやらそのようですね。すでにホラー展開が始まってた。あ、そういえば、あかねちゃんの教えを守らなきゃ。どうしたの？何が見えたってんだい？この子たち、みんな、履いてないの。ふむ、ノーパン旅行とな。はぁ、恐ろしい。あ、そういえば、ゆきちゃんからろうそくをもらってって話なんだっけ？あなたがゆきちゃんですか？へいあかり、It's been a long time since you have been at school. I'm surprised you would ever come to this since Lin is your only friend. へいゆき、yes, Lin is not a bitch like you, so give me my candle and I'll be on my way. Fuck you. どんな会話してんだ？あかり、we have to go play now, then after we will have some food. Lin, are you feeling okay?全然意味わかんないけど、何かが出てきたみたい。あかりは、This is grandmother house. What is going on? たった数秒の展開すらわけわかんないんだけど。あかり、can you hear me? てか、あれ？私の修学旅行は？ Yes, Lin, what is going on? 返してよ。私の修学旅行。We have died and you are stuck with a demon. Find three items to escape the room and illusion.何が起こったのか分かんなかったよ。真相を解明するんだ。リトライしておいで。分かった。え？やだってもう。